調査結果を公表したののは、市民団体のノワンチュラミズ会です。土壌調査を依頼された県環境科学センターが先月15日普天間第二章のグラウンド周辺3か所で表層の土壌を採取していてその結果をきょう美ら水会が公表しました美ら水会によりますとアメリカ環境保護庁が PFOS について地下水を汚染する可能性がある値として設けている 1>, 1キログラムあたり38ナノグラムという数値を超え、3箇所のうち1箇所で1100ナノグラム、もう1箇所で700ナノグラムが検出されたということです。ギノワンチュラミズ会では今後、市長や沖縄防衛局などに調査結果を報告し、対応を要請したいとしています。